眞子さまと小室圭さんの結婚が26日に迫る中、海外メディアも大注目。フランスでは、小室さん母の金銭問題が、眞子さまの覚悟とともに報じられている。フランスの海外皇室情報メディア、ヒストリーズ・ロイヤルズは、眞子さまと小室さんの結婚について、商法、結婚が延期になったことについて、新郎の母親は、元パートナーとの間で金銭トラブルを抱えていたため、結婚の計画が頓挫した。その額は数万ユーロに上る。日本のような保守的な国では、将来天皇になるかもしれない人の娘が、家族に借金がある男性と結婚することは考えられない。と記述、小室さん母が、元婚約者との間で金銭問題を抱えたことで、結婚が日本国内で受け入れられてこなかったことを伝えた。一方で、眞子さまが複雑性 PTSD を患ったり、一時金を放棄したことなど、その後についても伝え、王女は愛を貫くつもりだ。日本の皇位継承者の長女が、8年以上も愛してきた男性と結婚する日まで、あとわずか。この結婚で、眞子さまは、タイトルも皇室での地位も失う。と、眞子さまの覚悟を伝えた。26日に向け、海外の注目度も高まっているようだ。